おはようございます。こんにちは。こんばんは。あった。MDC バーベルクラブ代表を務めております。生涯ナチュラルトレーニー。は。いや。は。健太店長です。はい。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。最近 MDC バーベルクラブ、はい。もう設立してね、3年ちょいぐらい経つんですけども、4年目かな？はい。最近結構活動に弾みがついてきまして、ありがたいことにメンバー紹介ページもね、だいぶアクセス数が増えてきました。はい。まだね、チェックしたことないって方は、ぜひ、MDC の活動をですね、まあ、動画の概要欄の上の方に、メンバー紹介ページ載っけておきますので、チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ね。まあ、随時ね、メンバーも、まあ、募集中ではあるので、はい。まあ、みんなもう、なんか、誰でもウェルカムってわけじゃないんですけども、まあ、ナチュラルトレーニングに、すごいね、情熱持ってる方は、ぜひね、はい。志願してきてください。はい。よろしくお願いします。で、今日のお話はですね、ちょっとトレーニング全然関係ないんですけども、まあ、若干トレーニングも関係あるのかな。はい。タイトル的にはですね、タトゥー男が銭湯でヤクザ屋さんと鉢合わせたエピソードっていうタイトルです。はい。長いですね。ちょっと短くまとめられたらまとめます。動画アップの頃には。まあ、タトゥー男が、まあ、銭湯でヤクザ屋さんに会ったんですね。はい。なんかね、結構その、まあ、僕タトゥー系の取材とか、まあ、タトゥー系の活動をもう、何年ですかね。もう10年近くやってるんですけども。はい。ね、一時ロサンゼルスまでタトゥースタジオ見学しに行ったりとか、取材しに行ったりとかね。意外とね、ちゃんとやってまして、そちらもブログとかの方にまとめてますので、興味ある方は見ていただけると嬉しいんですけども。はい。まあ、その名残のせいなのか、ちょっと MDC、さっき言ったね。まあ、MDC バーベルクラブ。一応トレーニングのチームなんですけども、メンバーの9割、8割、いや、7割。8割ぐらいですね。8割ぐらいがやっぱそのタトゥーが入ってる人で、はい。まあ、別にわざわざタトゥー入れてる人を集めてるわけじゃないんですけど、たまたまね、筋トレが好きでタトゥーが好きっていう人が、まあ、周りに多かったんで、おのずとそういう方が集まってですね。はい。で、僕らその MDC のトレーニングした後って、まあ、トレーニングして、みんなでトレーニングして、その後、まあ、チートミールっていうか、ガツッとね、タンパク質、糖質入れて、寿司食ったり、まあ、肉食ったりなんですけど、そう。で、その後に、だいたい銭湯に行くっていうのが、まあ、お決まりの流れなんですよ。MDC トレーニング。これワンパックなんですね。はい。ツアーみたいなもんで。まあ、毎回じゃないんですけども、初期メンバーでその MDC トレーニングするときは、基本的にはトレーニング、飯、銭湯。うん。まあ、準不動ですけど、後半はトレーニング、銭湯、飯っていう場合も、なきにしもあらずなんですけど、とにかくこの3つがね、ワンセットになってて。で、まあトレーニング後はよく銭湯行くんですよ。はい。で、いろんなところでトレーニングするんで、来週なんて、来週じゃねえ、今週か。もう今週だな。今週はもう埼玉まで遠征しますから、はい。だからいろんなところ行くんですけど、銭湯も。やっぱりね、銭湯行くと、結構その、まあ、昔ながら、本当本職の、薬剤さんの方と、お風呂の中で鉢合わせること結構あるんですよ。はい。で、僕のその動画のリスナーさんとか、例えばあと、ツイッターのタトゥーアカウントやってるんで、そちらもまあ今2万人ぐらいフォロワーついてて、結構質問を受けるんですけど、そのタトゥー入れてて、なんかその本職の人とかに、おい、てみ、なんでお前見せびらかしてんだよ、みたいな感じで、絡まれたりとかしないんですか？みたいな質問をね、受けることがあるんですね。はい。で、結構この手の質問って僕、まあ長いことそのタトゥー系の活動してて、多いんですよ。はい。なんか一般人がタトゥー入れてて、本当に怖い人たちから、なんかそういう、ちゃちゃ入ったりしないんですか？みたいな。例えば、銭湯だけに限らず海とかですね。まあ他でもいろんなとこありますよね。はい。ないんですか？っていう質問多くて、で、特にやっぱ銭湯が多いんですよね。はい。意外と海よりかそう、銭湯の質問の方が多いですね。銭湯大丈夫なんですか？みたいな。うん、はい。
で、まあ実際この間その MDC トレーニングした時、まあ足立区だったか北区だったかちょっと忘れちゃったんですけど、江東区だったけどわかんないけど、ちょっと東京のそっちの方で銭湯行った時に、まあ本職の、どう見ても本職の和彫りがっつりの人と鉢合わせたんですけど、基本は何にもないですね。はい。何にもないですね。おい、なんだてめえらこの野郎。要彫りかこの野郎みたいなのはないです。はい。僕完全要彫りなんで、もうね。ここなんかだってこれ完全にもうね、悪魔が火吐いてたりとか、もうむちゃくちゃなんですよ。背中は若干和なんですけど、太ももちょっと和なんですけども、なんか結構ね、いろんなゲームのコントローラーとか入ってたりとか、もうむちゃくちゃなんですよ、僕。だからまあ一応自分のこと要彫りって言ってるんですけど、でもチャチャが入ったことはないですね。なんだお前それみたいな。ああ、仇が入れちゃってよ、みたいな、そういう絡まれ方はね、したことはね、ないです。てか、正直そのね、MDC トレーニングの後の銭湯で出くわしたって、この間、ね、出くわしたって今言ったんですけど、僕もともと銭湯好きで、よく地元の銭湯も結構行くんですけど、はい。で、まあちっちゃい時から銭湯よく行くんですけど、まあ、銭湯って基本的にはやっぱ入れ墨 OK なんで、はい。結構そういう系の人とね、鉢合わせること多いですよ。一度や二度じゃないですし、タトゥー入れてからもやっぱりバンバン出くわしてるんですけど、まあ、なんもないっすよね。はい。言われたことはないですね。で、僕の知り合いとかも、まあ、かっこいいね。どこで掘ってもらってんの？とか、そういう話しかけられ方とかはあるらしいですけど、まあ、銭湯であって、なんだお前この野郎ってなったことはね、聞いたことないですね。でも普通に考えたらそうですよね。だって本来僕の仲間ですから。ね、同じそのね、彫り物が好きな仲間ですから。勝手に僕が言ってるだけですけど、そんな急にね、銭湯で鉢合わせたからって絡まれるってことは、まあ基本的にはないですよね。はい。なんか、よっぽど粋がって歩いてたら、まあダメだよとか言われちゃうかもしれないですけど、普通にお風呂の中で普通にお風呂入って頭から洗ってれば、特に急に怒られるってことはないんじゃないかなって思いますけどね。はい。ただ僕ね、やっぱその繁華街とかでね、やっぱ一般の人ががっつり和彫り出してて、やっぱその筋の方に怒られたっていうのは、まあ実際自分の周りで聞いたことあるんで、まあケースバイケースっていうかそのシーンによるんじゃないですかね。繁華街で出して歩くのはちょっと、やっぱりそういう、で、クレームが入った時にその組にクレームが行っちゃったりするんで、はい。そういう事務所がある繁華街とかね、そこで一般人が出してたら、普通の他の人から見たら、ああ、そこの事務所の人が出してんだなって思うわけじゃないですか。で、おまわりさんにそのクレームが行って、おまわりさんから組にちょっと出すの隠さないとね、隠してもらえないと困りますよって言っちゃうのでね、はい。まあそういうのもあるんで、やっぱりちょっと一般人が露出して繁華街割烹してたら怒られちゃう可能性は、まあこれはしょうがないかなっていうふうに思いますけど、銭湯はだってそもそも裸になる場所なんで、はい。まあ、別にね、その裸になった時に入れ墨が出てたって、これ別に不自然じゃないですか。不自然なことはないですし、それでちゃちゃが入るってことはないんじゃないかなと思いますけどね。露出する場所にやっぱよるんじゃないですかね。と思いますけど、どうですかね。僕のリスナーさんで意外と、いや、銭湯でこんな風に怒られましたよっていう人います？ だから意外とこの手の質問で大丈夫なんですかってされるけど、まあ、基本は大丈夫ですよ。ていうか、いっぱいいますからね、銭湯。タトゥー入れてる人。川崎の銭湯なんかもうタトゥーだらけでしたよ。今は最近はね、ちょっとね、僕行ってないんで、もう川崎の銭湯行ったの、2、3年前かな。3、4年前が最後なんで、ちょっとわかんないですけど、まあ、そうですよね。昔からやっぱり銭湯は基本タトゥー OK なんで、そう。逆に僕らそのスパとかね、あと、スーパー銭湯って呼ばれるところに基本的には行けないので、やっぱ銭湯、昔ながらの銭湯ってね、やっぱ集まるんですよ。やっぱ大きいお風呂ね、気持ちいいですからね。僕も銭湯大好きなんで、そう。だからやっぱタトゥー入れてる人多いですよ、銭湯は。意外とね、知られてないんですけど、銭湯大丈夫なんですかって、この前ね、言われたんですよ。銭湯入れるんですかって言われたんですけど、銭湯協会だかなんか組合みたいな方に加入してる方は、タトゥー基本的に禁止してないんですよ。なんとか協会、ちょっと組合の名前忘れちゃったんですけど、確かね、そうだったはず。一回僕電話したんですよ。すげえ初期の頃に。
ちょっと人数が多かったんで、タトゥー入れてる人数が多くて、まあ、行く予定があったんで、まあ、迷惑だったら嫌だなと思って、一応ね、ちょっと何人ぐらいで結構みんながっつりなんですけど、大丈夫ですかねって聞いたら、やっぱあっちから、逆に何がダメなんですかっていうふうに質問返しされちゃったぐらい、銭湯は基本的には、まあ、大丈夫なところですね。はい。意外と知らない人がいるんですよ。はい。そう、本当に普通に、タトゥー、結構タトゥーっていうか入れ墨がっつりの人ね、いっぱいなんですけど、行く予定あるんですけど、大丈夫ですかねって言ったら、別に 何がダメなんですかって言われちゃったぐらいですから。全然、はい、全然問題ないし、なんか、はい、全然、そう、なんかダメとか、とことかあるんですかみたいな感じで言われちゃって、はい。それぐらい大丈夫な場所です、銭湯って。ね、大きいお風呂入りたい人は、まあ、スーパー銭湯とかは基本的には行けないので、銭湯に、行ってね。結構いい銭湯ね、ありますからね。はあ、調べてもらって行ってくれたら、楽しめるんじゃないですか、大きいお風呂。はい。うん。だから、まあ、基本的には何もないですよ。ね。ただ、一つちょっと最後に注意として言いたいのは、例えばそのね、まあ、僕ら、その、要彫りで、普通の一般人ね、一般人で、ただタトゥーが好きで入れてる連中が、で、お風呂行きました。で、本職の人がいました。特に何もありませんでした。で、もしくは、お兄ちゃんいいね。どこで掘ってんのとか、かっこいいね。とか言われました。ね。あ、なんだ、本職の人たちって意外と優しいじゃん。意外と普通じゃんって思って、変に勘違いをしないことっていうね。はい。ね、なんていうんですかね、そういうね、一般人にそういう場所ではそうかもしれないけど、ちゃんとね、ちゃんと付き合ったらやっぱり怖いですから、はい。ね、日常的に人が死んだりね、どっかもがれたりするような世界で、これ本当ですからね、聞いた話とかじゃなくて、僕昔から見てますか、そういうところ。実際やっぱね、結構、はい、バイオレンスな世界なんで、決してね、そういうところでたまたま、なんとなく話ができたからつって、甘く見ないことっていう、これだけはちょっとね、言っときます。はい。はい。ね。気をつけてください。はい。というわけで、別に銭湯に、まあ、タトゥー入れていっても、そんなに怖い目には基本的には合いませんよっていう。うん。よっぽど銭湯とかで絡まれたら、多分自分になんか非があるんじゃねえかなって思った方がいいんじゃないかな。はい。ね。ということですが、どうでしょう。はい。参考になったら嬉しいです。健太店長でした。さよなら。